にちは、PZP です。今回 PZP は20周年になります。わーというわけで、 PZP が誇る美女2人ご用意して、ちょっと今日は派手に豪華にゴージャスに行こうと思います。で、今日のネタなんですけど、まあ、特にないんですけど、ちょっと最近あったことで楽しかったことがあったんでご紹介します。で、この楽しかったことっていうのは、犬と散歩してたんですよ、イベントで。で、イベントで犬と散歩してたら、子供がこう犬を触りに来たんですよ。子供が犬を触りに来たから、触るって言ったら、子供がお母さんって言って、お母さんは呼んでるんです。犬触んないで。で、あ、お母さんの許可がいるのかなと思ったら、子供がまたお母さんって呼んでるんだけど、お母さんは向こうの方で何って言ってて、こっちに寄ってこないんですよ。で、なんで寄ってこないかって、お母さんは別のお母さんとこうお話ししてて、それが忙しくて子供の方に来ないんです。そしたら次に言った言葉がすごかった。子供がお母さん、お母さんがいつも寝るとき見てるおじさんここにいるよいやびっくりしたね。びっくりしました。で、すごい遠くにいたんだけど、お母さん聞こえたらしく、人間って本当に恥ずかしいと顔って赤くなるんだね。本当にね、すごい遠いんだけどね、顔が急に赤くなったの分かった。そしてそのまま子供は呼び返されて、そのまま連れ去られちゃって、結局子供は犬を触れなかった。かわいそすぎる。びっくりしましたね。20年やっててこんなびっくりしたこと初めてです。寝る前に見るって予報して寝る前にずっと見てた。子供も見てたんだね。子供も見てた。子供も見てた。子供も見てたんだから、子供は犬触りたかったよ。触りたかったよ、それは。それは触れない。ちょっとかわいそうですね。やったー、トム。よく言って。誰これ始めた。まあそんなこんなでね、21周年に向かって頑張っていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。ではまた。